みなさん、こんにちは。地球テレビの増田みなりです。今日私は松市ゲートに来ております。今日はここで100年以上続く歴史ある大会が行われているということでやってきました。その大会が品評大会徳島愛菌会。ちょうど今あちらでもう行われてるんですけど、とある生き物の美しさを競う大会だそうで、美しさを競うということは写真も映えるに違いありません。それでは早速突撃したいと思います。今や一大ムーブメント、大流行のインスタ映え、見栄えのいい素敵な写真を求めて、駆け出しインスタグラマー増田みのりが今時の映えをお届けします。今回は特別編、100年以上の歴史を持つ品評会に突撃取材。松市ゲートで行われた第110回徳島愛菌会品評会。こちら受付には続々ととある生き物が持ち込まれています。これぱっと見は金魚のようにも見えますが、その正体は？お、すごい大きい。これ金魚ですかね。これってなんていう生き物ですか？これはランチュウっていう名前の金魚で、その正体はランチュウ。和金の品種改良で、特徴として背びれがなくずんぐりとした丸い体、頭にはコブがあります。その見た目から金魚の王様と呼ばれています。少し繊細で病弱な一面もありますが、その上品な泳ぎとまるっとした愛らしい見た目が人気の品種なんです。今ちょうどあちらで審査員の方による品評会が行われております。ランチュウの順位が今決められています。ランチュウの品評会は明治以降に発展した文化で、今では全国各地で行われています。審査員がさまざまなポイントを総合的に評価して順位をつけています。どういうところがポイントになってくるんですか？はい、今審査していただいているのは、魚の、その色だったりとか、あと魚の大きさ、太さ、それから魚の泳ぎ方なんかが、うまい、きれいっていうふうな魚を上位で、ちょっと傷って言われてるその、魚の持ってるようなちょっとこう欠点がある魚っていうのは下の方にっていうような形で順位付けしていただいているような状況です。ランチュウは等歳、2歳、3歳以上と年齢ごとに4つの部に分けられ、その中で格付けが行われています。また格付けは相撲の番付と同じ、上位から
1位が東大関、2位が西大関、3位が立行司と続いていきます。品評会の基本が分かったところで、今回松茂ゲートで行われた第110回徳島愛金会秋季品評会の東大関を4つの部すべてご紹介します。まずは東西魚小の部東大関。東大関おめでとうございます、はい、ありがとうございます。今のお気持ちを教えてください。もうひとしおです、はいはい、どうですか1位になってみて。震え上がっております。あ、はいはい、品があるところと、まあ、泳ぎですかね、はい、やっぱり毎日見ていいなって思います。まあでも他の人も結構いいのもいるんで、まああんまり舞い上がらないようにはしてます、はい、続いて同じく東西魚、こちらは大の部東大関。こっち来てよ、東西魚大の部と東大関おめでとうございます。今のお気持ちはいかがでしょうか。やっぱり一番は嬉しいですよどこでも、はい、でもみんなそれぞれ自分のが一番いいと思ってるとは思うんですけど、うん、まあ、僕は僕なりでいいのを決めてきました。全国大会目指して、うん、日本一目指して頑張ります、はい、ぜひ頑張ってください、はい。続いては二歳魚の部東大関。東大関おめでとうございます。ありがとうございます、はい、今日はどうですか1位取ってみて。まあこっちの気持ちは嬉しいです、はい、まあ、みんなね一生懸命あの半年余り何世話してほんでこのような高く期待で、まあ、結果はみんな出すことに気をんで、まあ、結果的にこういうとこ取れたのは本当にもう嬉しいです。最後は3歳以上の親魚の部東大関になったのはかなりの高齢7歳の卵中。東の大関おめでとうございます。 ありがとうございます。どうですか今の率直なお気持ちは。嬉しいです。なかなか7歳までには生きてこの品評会には連れてこられんから、この子がわしがどうこうでなしにこの子が力があってここまで来られたのかな。やっぱこんな品評会で東取れる魚を作っていきたいなと。それぞれが卵中に熱い思いを乗せて切磋琢磨しながら日々高みを目指しています。皆さんすごい熱心に卵中のお世話とかされてると思うんですけど、卵中の魅力ってどういうところでしょうか。そうですね、やはり泳ぎ、優雅に泳いで、まあ、背びれのない、金魚なんですけど、はい、尾を上手に使って、はい、泳いでる姿がやはり一番の魅力ですね、はい、それと、まあ、東西2歳親魚大きくなっていく姿を、実感できるっていうのも、一番の魅力です。はい、ではそんな井上さんにとって卵中とはどんなものでしょうか。まあ、もう生活の一部みたいになってきて、はい、もう癖ですね。癖、はい、体にも染み付いているっていう感じですね、はい、はい、
すごい魅力を感じました。愛を感じました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、徳島愛菌会ランチュー品評会なんですが、その中で一人一眼カメラを持って写真を撮りまくる方がパシャリパシャリ、とにかくランチューをひたすら連写。その目的がこの徳島愛菌会の冊子。こちらには品評会で上位成績を収めたランチューの上身の写真がずらり。美しさが一目でわかるこちらの写真を撮影しているのがカメラマンの林さんなんです。詳しくお話を聞いてきました。金魚の種類によって全然じっとしてくれませんから、はい、もう絶えずシャッター切りっぱなしでね、はい、動くなってなかなか、大体ワンカットのね、一つの金魚付き4、5匹か切るような感じでね、はい、こうそういう風に撮らないといけないっていうなんか決まりみたいなのがあるんですか？そうですね、まあ撮る時に気をつけるのはね、はい、できたらサイズのバランスですね、はい、お腹のこう出具合とかね、こういうのをきれいに左右バランスを取るとか、それから頭があんまりこうね、下がってないとか、まあ、尻尾がね、こうきれいに開いとるとか、まあ、そこらを全体的に取らならんから、なかなか難しい。毎回、もう、そうですね、もう十数回取っとんですけどね、もうなかなか毎回勉強です。はい、じゃあ私もね、今日頑張って写真を撮りたいなと思うので、はい、そうですね、はいはい、ちょっと教えてもらっていいですか？あ、そうですね、はいはい、ぜひ、はい、お願いします、はい、はい、どうぞ、はい、まずはどういう風に撮ったらいいですか？そうですね、まずはね、もう必ず金魚の真上、真上、もう斜めから撮らんこと、はい、必ず金魚の真上ずっと目線、あ、追っていく、そうそうそう、ですから腰も上げてこうするような感じでカメラをずっとね、金魚の、はいはい、追っていくんですね、はい、追っていきます、真上ね、そうです、そうそうそう、こう、こう、こういうことですね、はい、ほんである瞬間止まりますから、その時にシャッターバーンと切っていくという感じでね、はい、なるほど、はい、難しいですね。ですよね。でもこう止まっとくんで、あんまりこう隅の方で止まっとう場合だったら、こうやっぱりこう お腹のね出具合が違うから、うん、ね、やっぱりずっと大手ずっとこいてますね。そうそうそう、はい、あ、難しい。こうこういうこと。あ、そう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 。これがこれはもうね、全然かっこ悪いですよ。ほら、やっぱまっすぐがいいんですよね。そうそうそう。ね、今止まっとったんですね、はい、うん、こうやね、あ、はいはいはい、こうやったらいけますね、はい、いや難しいですね、うん、そう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 、あ、上手ですよ、こんな感じ、ああ、これバッチリやね、バッチリだね、バッチリと言われた一枚がこちら。中心も頭も尾びれもお手本通りしっかり撮影できています。増田リポーター、意外な才能が開花しました。さあ、それがもうまっすぐ先1枚ね、これのもう生、あ、これバッチリです、はいはい、上手です、バッチリ。どうですか、上手に撮れますか？まあね、ほら、どうですか、うん、これな、助手でいけます、助手で助手の称号をいただきました。さあ、続いてはイベント撮影には欠かせない前景の写真を狙います。全体そうやね、イベントの時の写真ということはやっぱり、雰囲気ですね、全体の雰囲気を
ある程度主役っていうのはまあ金魚ですね、はい、金魚も入れながら全体の雰囲気も出すと、うん、まあそういう感じで手前の方金魚をちょっと大きめに入れて、まあ、バックも入れると迫力もある感じ。からだからもこういう具合ね、この手前に入れてちょっと低くなってちょっと一番取りましょうか。これが西コム雰囲気、まあ後ろね、こういう会場の雰囲気も、まあ、あるという感じで、もうちょっと上、まあ、ほらね、もうちょっと上、ね、もうちょっと上でもうちょっと来てもいいぐらいかな。来て、全然もうちょっと行けるこのことが、まあ、縦位置で撮るとかね。あ、縦でこうってことですか。そうこういうことですね。180の150の水槽にこう、あ、すごい、なかなかセンスあるじゃん。ありがとうございます。はい、いい写真が撮れました。こちらです。林さんのポイントをしっかり押さえてナイスなイベント写真ゲットです。ありがとうございました。いえいえいえ、タカさんいろいろ教えていただいて勉強になりました。いえいえいえ、なかなかセンスがあってこれからも頑張って、はい、いい写真撮ってください。、はい、ありがとうございます、はい、ということで今回は品評会を取材して2枚ゲットしました。ミッションコンプリート。ちょうど今表彰式が行われています。今回のバイルゲッターは100年以上の歴史を持つ蘭中の品評会に突撃して写真を撮りました。蘭中の魅力と皆さんの優しさに触れた一日でした。来年もこちらで行われるそうなので気になった方はぜひ来てみてはいかがでしょうか。今回の写真もインスタグラムにアップするのでぜひご覧ください。それでは次回のバイルゲッターもお楽しみに。